国に逃されたもを頼朝は伊豆の国目代山木の兼隆を破って所詮の飾り相模の国土井の次郎を実平の助力を得て平家を討たんと平を挙げる。さても石橋山の河川が治承四年八月ひと日上衛の助頼朝伊豆の国昼が小島を討たちたもをその時の音声わずか300余きにはこさざりけり土井の杉山は両がいいよきところなればとて城郭に構えたもをまた平家の侍に大和の三郎と一下の三千余騎を引ぞし石橋小早川に陣を取る平家の方は三千余騎源氏の方は300余騎三千余騎と300余騎とは十分が一分なれども河川の習いの面白さまたは君のご恩のめでたきゆえにや人の心が一つにそろい島の落ちらし戦いとも